こんにちは、ダカル TV 原田です。コバです。今日はセネガルのディズニーランドにやってきました。よっしゃー楽しみいや今私セネガルディズニーランドって言ったんですけど、名前はマジックランドという、そう多分西アフリカ最大級のテーマパークね、はい、ジェットコースターもあって、ありますで、キーもいますみたいな感じ。噂によるとその 2メートル超えみたいな。セネガル人の方入ってるのめっちゃでかい。そう中入っていきますか。早速行きましょう。いやすごいなこれは。うわてか人いな。皆さん見てください。貸し切りです。人いな。実はねさっきチケット買ったんですけど、お客さんお前たち以外いないよって言われちゃいました。今日は貸し切り状態なんで。貸し切りだね。はい。まあちょっととりあえずちょっとじゃあいろいろアトラクションやってみますか。ね、アトラクション行きましょう。はい、じゃあ乗ってきましょう。はい。今乗るアトラクションをちょっと探してたら、あのスタッフの方が君たち何乗りたいんだみたいな感じで言ってきてくれて、あの今からその順番に乗せてもらえることになりました。なんか今からあの点検するみたいな。嘘でしょ。点検するから待ってろってなこと言われました。俺たち専属のスタッフってことだよね。そう彼こんなことありますか。点検待ちです。サッカーなんかすげえ音が聞こえてくる。整備中かな。結構さディズニーだとさ、まあ、待ち時間もさ醍醐味の一つみたいな感じじゃん。まあねファストパスとあるとはいえ結構並ぶのもねディズニーの、まあ、楽しみ方じゃないですか。でも待ち時間は待ち時間なんだけど、お客さんがたくさんいての待ち時間じゃなくて、これ点検待ちですから。お客さんゼロ。違う、点検してもなんか電話しちゃってます。謎の待ち時間。これはちょっと新しい待ち時間ですよ。まあでもお客さんいないとこう快適というか座って待ってるみたいな。そうほんとゼロマジで誰もいない。やばい。ついにかな。あーしっかりと油をさしてくれています。しっかりさしてね。いやこれ大丈夫。これちょっとさあの事故る可能性結構あります。まあ怖いな。ある意味怖いな。ある意味怖いよね。それでは今ちょうどこのジェットコースターに乗り込みました。しかも先頭これ一番いい位置。お発車したかな。じゃあ行ってきまーす。遅ー。発車したかな。動いた行ってらっしゃー。押せおっそー遅い。おーここがあーこれある意味怖いな。ある意味怖いな。うわこれ皆さんのある意味怖い。あそここの速度で怖いとかじゃなくてこのめちゃめちゃガタガタ言ってるっていうこの怖さ怖っ。あここが一番のわー。
周目。終わりかな？これ何周するんだ？ちょっと待って待って待って、終わらない終わらない何周するんですかこれ。係の人が喋ってるから多分終わらない。あの係の人がこの停止ボタンを押さない限り終わらないっていう、これ、皆さん3周目です。3周目、はい、3周目、まあ、待って待って、ちょっと待って待って、マジ4周目、係の人なんか友達と話してる。これ永遠に終わらないパターンでーす。ちょっと待って、ムッシュムッシュムッシュ、やっと帰ってきた、やっと帰ってきました。終わった。これなんだ。これサービスなのかな。 4周で4周で、いや違う違う、忘れられすんだな。キーキー変な匂いが途中から、油漏れかな。やばいよ、ね、ある意味やばい。ということで、まずジェットコースター持ってきたんですけど、じゃあ次のアトラクション行ってみますか。お化け屋敷かな。行ってみますか。行きましょう。行きましょう。はい、はい、では次のアトラクションこちらになります。これなんだ、これわからない。これはマジでわかんないわ。これ回転して、多分回転して上がるんじゃん。絶叫系っぽい感じ。絶叫系かな。一応シートベルトもあるもん。じゃあこれ次乗ってみますか。はい、私乗ってみたいと思います。はい、はい、じゃあ行きましょう。またちょっとなんか整備中電話中なのか分かんないですけど、むしろ今、原田が乗り込んで、これはすぐ出発できるのかな。じゃあ行ってきます。おーすごい、どうぞ。ちょっと待って、うわー、これちょっと怖い、ちょっと怖いわこれ。うわっ、これ、うわっ、これやばい、これ